するしない。なおやトッポ魔人の至極の一曲、イエーイ。いやいや、ここまで言ったら至極の一曲も言ってくれないと。いや、何魔人ので終わっちゃってんのよ。もうさすがにね、それは先に伝えてあげないと言えないから。そこか、終わったと思ってたから。本当に仕事がね、テイク2やろうかなと思ったんだけど、まあいっか。さあ、ということで至極の一曲始まりましたが、はい、今回はなんと特別ゲストね、特別ゲストで渋川ナンバプロにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、茅森さんをね、本人動画でやらせていただいた時もあったんですけど、なんと今回は渋川さんの曲じゃないのに渋川さんを呼んでるという、ね、なぜかいると奇跡なんですけど、まあ渋川さんは実際ね、一緒に座ってた対局をね、うん、今日はやっていこうかなと思うんですが、はい、改めて至極の曲ちゃんと見てくれてます？それはもちろん。はい、顔がもう笑ってないぜ。見させていただいております。これね、渋川さんのも いつかやりたいってもういっぱい言ってて、はい、実際いい曲あったんですよね。嘘つき魔人って名前つけてるんだ。もう見た止めした時とかもあって、これ渋川さんのやりたいっていうのを実際前に渋川さんに送ったことがあるんですよ。したら、あんなのは普通だと、普通すぎてあれはもう至極にも何でもないって言われて、まさかの本人からやりたいって言ったらその曲やるなみたいな感じのオーダー出してきたんで、結局やれないままもありました、やれないまま普通にゲストで呼ぶということになりましたので、今日一日ね、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ということでせっかくなんで、もう早速タイトルコールいっちゃいます。はい、じゃあ行きます。矢島徹の勝利への執念、戦慄の数アンコ、イエーイ。もうね、このフレーズ聞いただけでね、多分分かる方もいらっしゃると思うんですが、ね、結構話題になりましたね。話題になりましたね。このジャンオ決定戦、はい、渋川さんが腕のみで手繰り寄せたジャンオ決定戦。そうですね、はい、で、何でしたっけ、腕のみで勝ったんでしたっけ、ジャンオは。どういうことですか。あれ、ジャンオ決定戦も終わりましたよね。ジャンオ決定戦終わりましたよ。まあ、腕だけでやっぱりジャンオ決定戦は戦い抜きましたね。少し惜しくも惜しくも、はい、惜しくも、まあ敗れて、渋川さんは敗れたんですが、はい、もう離さない、離さない、離さこのぐらいだったもんね。2センチぐらい、2センチぐらいで惜しくも敗れたんですが、まあその19回戦のね、矢島さんの本当に勝利への執念が実ったスワンコの曲を今日やりたいと思いますので、はいはい、じゃあ早速見ていきましょう。ということでスタートしましたね。これは第18期ジャンオ決定戦の4日目というのは最終日ですか、はい、最終日の19回戦目になりますが、まあ、この簡単にじゃあシステムと今の条件とか、せっかく来ていただくんで、じゃあ渋川さんに。そうですね、はい、まあ、ジャンオ決定戦は、まあ、単純に20回戦やって、うんうん、優勝者を決めるというもので、まあ協会ルールは馬が13重なんですけど、2万5000点持ちの3万点返しで丘が20ポイントつくんで、実際は1位がプラス50、2位がプラス10、3位がマイナス10、4位がマイナス30となってます。うんうん、でこれはもう19回戦まで来てるんですよ、全20回戦のうちのね、はい、つまり残り2回戦、これともう1回だけで、でまあここで見てもらえると分かる通り、結構立て高っすね、はい、堀さんと矢島さんに215ポイント差があるんですよ。うんうん、215ポイントってことはもう正直絶望的な差なんですよ。トップ、まあ例えば素点関係なしで順位馬だけでトップラス、1トップラスで80ですもんね、はい、だから2トップラスで160だから、そこにプラス5万点の素点差を合わせて2ハンチャンでつけないといけないんですよね、はい、しかもね、うん、2連続トップラスの時点で相当きついと。で矢島さん今のところ堀さんも3万点離してますが、うん、堀さんは3着目と、うん、でこのまま仮に終わってしまうと次回はもうねとんでもない条件になってしまうんで、うんうんうん、矢島さんとしてはなんとか堀さんをラスには最低でもしたい、うん、でも素点がまだ足りていないみたいな。でこれが仮にね、あの堀さんが9100点とかなってくれると順位、まあ、込みで、まあ、最終戦トップラス条件、ちょっと素点の大きめの差があるトップラス条件も残るかなって思うんですよね、はい、でもそれを目指す以外でもないですもんね。そうです。っていう中で何三局かも、はい、で堀さんの親番で矢島さんの手配さっき映ってましたけど、はい、多分見てる方もいるんけど、もう結構すごい手できてねみたいな感じの手できてますね。そうですね、まあ、リーチ、タンヤオ、イーペーコとかは
できそうですが、うん、その上にやっぱり問題はウーピンがもう2枚切れてるんですよね。ウーピンが2枚切れ、ほんまや。だからちょっと、うん、てっぺんにある夢には、うん、正直届きづらそうな手格好なんですよ。ですよね。ただね、タイトルコールで言っちゃってますもんね、これがじゃあ どんだけの戦術のスワンコになるかっていうのもありますし、はい、これ実際ちなみに今下にねポイント出てるんですけど、はい、渋川さんはかなり優勝にも厳しい位置ですよね。僕はもうキムさんとの三着争いに徹していますこの時。そうですよね、はい、そうなると残り、何三局なんであと1局あって、さらに一ランチは丸々あると、はい、いうことで、まあ、55ポイントぐらいならもう全然、54ポイント差なら全然いけますよね。そうですね。そしてここですね、ここが結構注目ポイントですよね、うん、おテンポいいですよ、はい、サブローピン、この注目ポイントっていうのはやっぱドッグさんも言ってたように堀さんをラスにするっていう条件もありますよね。そうなんですけど、矢島さんがどう考えてるかなんですけど、例えばこれ堀さんをラスにするだけなら別にこの曲上がってオーラスキムさんをアシストすれば堀さんをラスにはしやすいわけですよ、比較的。だから別にここでね、絶対堀さんから直撃とか言う必要はないんですよ。はい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 。ウーピンが2枚切れてる。サブローピンはめちゃめちゃ良さそうに見えますね。サブローピンはめちゃくちゃいいです。ピンズはいっぱい切れてる。ただこれどうしますか。これ難しいですよね。そのじゃあ例えば堀さんをラスにしたとして、ね、じゃあその次のハンちゃんの条件ってどれぐらい可能性が残るのっていうところも含めて考えてると思うんですよね。そうですね、うん、仮にこれをじゃあ満願積もりましょう、うん、5つも単位ペーコ、そしたらまあ1本がつけ堀さんと1万2400点差をつけるわけですよ、うん、現状がまあ大体3万点差なんで、まあ、大体4万2000点差のトップラス、うん、でトップ3着でオーラスキムさんにまくってもらったとしたとして、うん、それでやっと125ポイントぐらいしか変わんないんですよ。うんうん、差を縮められるのはそれぐらいと、ね、最終ハンちゃんも1万2000点差ぐらいつけたトップラスを決めないと、ね、またトップ3着だったら3万2000点ぐらいの差をつけないといけないんですよね。それは、まあ、一応可能性はあるんですが、それにかけてリーチする人多いと思うんですよ、うんうん、あこのままって、ね、ウーピンが2枚切れっていうのがね、うん、痛いですよね。確かにすごい今の分かりやすい、ね、これリーチしてつまローピンツもマンガン積もりました、オーラスキムさん押し上げました、うんうん、そうしたら残るんですが、例えばオーラスキムさん押し上げれないかもしれないですが、うんうんうん、堀さんがね上がって、しかも押し上げるときに自分が補充してちょっと減る可能性もありますもんね、アシストするってなると。ね、少なくともあの座順がトンチだと親とシャーチャーになるんで、チーさせるためのアシストはできないから、そう本しかできないですもんね、うん、でなおかつ自分の下茶堀さん、まあ、親の上茶が堀さんなんで、堀さんはやっぱり鉄壁のガードに徹するでしょうし、うん、ある程度はだからこれをリーチするというか、うん、堀さんが切ることはほぼないと思ってると思うんで、うん、リーチするということはもう漫画を積もって次局キムさんをなんとか3着以上にして、で最終戦トップラス1万7000点差をクリアしますと、うんうーん、かなりそれでも苦しいですよね。仮にこれリーチするとしたら多分キムさんからは上がらないんだろうんですよね。多分上がらないですね。多分上がらないですよね。あんまりキムさんを減らしてもそんなに嬉しくない、うんうん、渋川さんから8000も嫌ですね。嫌ですよね。8000は8300は2着になると思われますもんね、うんうん、もう同点になっちゃうんですよその瞬間。拠点が増えた分堀さんの着順で順位馬が増えちゃうんで、逆に点差は広がっちゃうんですよね、あーって考えるとローピン積もった時は、うん、よし1万2400点も差をつけられるぞってなるけど、うん、他から出た時は全然嬉しくないですね。どっちも嬉しくない堀さん以外からも、で、打つとしたらどっちかなんですよね、なんかまあその場合は見ないことにするんですが、うん、ただ別にこれが例えば想像が234とかなら、うんはいはいはい、もうそれにかけると思うんですよ、うん、まあ漫画積もっといた方がいいやと。333なんですよね。もう2個あんこあるんですよね。あくまで一手代わり、ウーピンはないけど数ピンと運送はまだ見えてないっていう状況で、はい、これ積もるスワンコを積もると確かに積もるスワンコを積もるとはもう半端ないです。ラスになってくれますよね堀さん、はい、もう素点だけで4万8000点縮めた上に堀さんもラスにできるんで6万8000点縮めた6万8000点のすごい、まあ、本番も入れると6万8400点なんですけどとんでもない上がりになるんですよ。でこんだけ離れてるとそのとんでもなさにかけるのはありますよね、うんうんうん、
それを1回やれるチャンスがもう次に来るかというのもありますもんね、はい、こんなチャンスはめったにないと。ウーピンが例えばもう切れてなかったらこれ誰でも簡単なんですが、うんうん、ウーピンが2枚切れてるから難しいと。こういうところで、まあ、例えばその最終戦の条件が1万点縮まるかどうか、まあ、1万2千点差広がるパターンと 6万8千点広がるパターンで考えたら、うんうん、プラス56ポイントのポイント差が変わるんですよね。で56ポイントって最終戦でひっくり返せるか返せないかでめちゃくちゃ変わりますよね、やっぱり。だからまあ矢島さんからしたらこの句が勝負曲って思ったっていうことですかね、うんうん、このウーソー引きで多分ウーピンには多分これが数層とかならリーチしたと思うんですよ。ああなるほど、もう無理なんだね。ここは2差しと一緒みたいな感じですね、うんうん、4とか7ならサブロフィンでいったと思うんですけど、このウーソーでうんとちょっとだけ狙っちゃうかみたいな、うん、感じになったってことですか。多分そだ最終戦のねそのトップラス条件って結構きついし、うん、なんなら別に今積もっても堀さんまだ3着目だし、うんうんうん、ここでね渋川さんとキムさんがこれもう結構ジャン王になるには難しいっていうのが一つあって、はい、この今渋川さんが言ってたトップラスを決めるのは最終戦全員が堀さんをラスにしようって気持ちになってくれてるならいいんですけど、実はそうじゃない最終戦になってることのが多いっていうのも矢島さんからしてかなりきついところですもんね、はい。実際僕とキムさんが三着争いしてるのはもう伝わってるんですよ、2人分かるんですよ、うんうんうん、もう堀さん落とそうっていう気持ちはなくなってるんで、2人ともこの時には途中まではね、みんなそうだったんですけど、ライバルは1人なんですね、ええ、うん、でそうか、そう考えると矢島さん、これは数暗号にしたいですよね。したいけど、ウーピン2枚切れ、ウーソー引いて数秒引くかみたいな、この苦悩の表情ですよね。どっちの方がいいかなって。苦悩してても綺麗な顔してるぜ、ね。ほんとだぜ。サブロピンはもう、うん、もう今にも上がれそうみたいな。はい、もうこれ上がれちゃいそうですよね。こんなて、いい街はないだろう。26やだもんね。だから26は嫌だし、なんならもうツモイが嫌なんですよ、もう。とにかく。うん、三筆音はどうなんですか？三筆音は上がるしかないですよね。だいぶ裏乗んなそうだけども。だからとりあえずね、この曲の最悪は堀さんがもう一丁上がることなんですよ。うんうんうん、ああ、なるほど。2着になられるともう終わりなんですよ。まあ、この世の、ね、勝負は終わり。矢島さんがリーチっていうと多分堀さんがほぼ来ないんで、うん、その2着になるパターン激減するんで、リーチとは言いたいんですよ、とても。ああ、なるほどね。それ込みでやっぱり悩むところではあったってことですかね。じゃあ見ていきますか。はい、もう動いてる。あ、動いてたんだ。うん、はい、びっくりとしてね。動いてるのに矢島さんのことね。いやー、でもこれは難しいとこだよね。超大事な局面だもんね。いっそウーピン切っちゃうか、ウーピン。ウーピンは統一を探しに行くっていう意味でね、はい、もうウーピンないもんね。これも極限の状態なんですよ。あの、ちなみにまあ僕こういう決定戦やったことないんで、なんですよとか言ったもんなら分かんないですけど、あ、想像ね、想像としてはやっぱ極限ですよね。もうこの曲超大事な曲なんで、うん、これはもう本当にリーチするか闇点かをひたすら考えて、で一個まあ闇点にしやすいのはリーチってのはいつでも言えるんで、うん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 、ああ、でもテンパ取っとけば言っちゃったものを取り消すのはできないですよね。ね、しかもこれ闇手でローピン積もったら今度はウーピンウーピンと言って、スランプちょっとなりやすくなるという、それも込みでやっぱローソーキ縦に置いたっていうことなんですかね。まあ、一番はやっぱりここでスランプを決めないと最初はきついなと思ったと思うんです、うんうん、あれ、渋川さんいい数字引きましたよ、で僕はこれ正直矢島さんをまくらないとあんまり最終戦意味がないんで高い手を狙ってます。ああ、なるほど、最終戦の戦いの少しでも楽にしたいってことですね、はい、キムさんとの差をね、それはまあどうでもいいことなんですよ。どうでもいいから、どうでもいい。次ですか。この沈黙の時間はね、うん、あの編集カットしましょう。これあの止まってるのは動画じゃなくて渋川さんですね。そして、そろそろ多分リーチの時間も来たなと思ってる、うん。ああ、なるほどね。もうこれ以上は砂の手紙回ってないかと積もって。堀さんに上がれるのは最悪っていうのが一個あるってことですもんね。堀さんがここでも 4-0 でもしたらもう本当に終わりですよ、うんうんうん、正直ゲーム消化試合ですね、じゃあこの前結構堀さんが上がってるんですよ。上がってこの展望になってるってキムさんとのリーチ、キムさんのリーチを制して上がってこのちょっと落ち着いた3着になってるんです、うん、テンポ入りましたよ。テンポ入りましたね。うわ、スピーター、リーチだ。そう、ここで止めますか、
こですよ、うん、まあ、数ピン引きましたと、うんうんうん、でこれ正直リーチかやめてんかもあるじゃないですか、うんうん、難しいですね、ユーピン2枚切れてるんですもんね、でしかも僕とキムさんからウソなんか絶対上がりたくないじゃないですか、1万2000になっちゃいますもん ねただでも全部で2枚しかいないですもんね、今やっぱりこれは矢島さんがリーチっていうことに意味めちゃくちゃありますよね、うん、これでほぼ堀さんはもういなくなるんです、さすがにあもう漫画打つのはやってないやってないって降りる、でもキムさんと僕は来るかもしれないですけど、うん、そっちから上がらないだけ、一人の堀さんの2着条件っていうのがちょっとなくなりましたか、ね、なくすこれがなった時点でもうゲームセットなんですもんね、ゲームセットだし、まあ自分の街にないんで2枚しか、うんうん、堀さんに自由に打たれたら多分負ける可能性が高いと、うんうん、いうことでもう薄いのは承知でもう流局まで積もりに行こうと、うんうん、積も番増やしたいですよね、ということですね、そうですよね、うんうん、闇天にする人はまあもし嘘嘘切られたら、うんうん、ああもう全部なくなっちゃったからウピウピ切っていこうとか、うんうん、選べるんです ね選べる、ただ正直もう嘘嘘2枚切れた頃に組み直して本当に間に合うのっていう話です、うんうん、そうです、この2巡で切れてくれたらねまだねいいかもしれない、今嘘嘘切られたのもあるし、もう13巡目嘘、14巡目嘘されたのはもう間に合わないじゃないですか、どっちにしろ、あ、ってことはやっぱり、あ、矢島さんは出上がりは結構しないって考えてこれはリーチ打ってるってことなんですかね、出上がりは出上がりするような人はサブロミでリーチしてるんですよ、うん、こんなもの、ああそういう考えですね、渋川さんからもキムさんからも上がりたくないですもんね、うん、そこがありますもんね、堀さんから出たら上がりますよ、もちろん、だから堀さんから出るか、堀さんから出たらもう立ち上がってから上がりますよ、ね、そんなでもないですよねまあ堀さんから出ることがないっていうことがこのリーチの意味合いですもんね、うんうん、リーチしたら闇天で堀さんから出たら一応堀さん出すの落として8000取れるんで、それはそれで嬉しいんですが、残り2枚の嘘がその中で出るかと、これ下手したらね、例えばこれ、まあ、仮にドラがあんこの出上がり倍満のテンパイとかだったら闇天にした可能性ありますよね、堀さんからしか出上がらないみたいな、あそれはもう超激アツだからってことですよね、うん、ああなるほどね、だ今回は、ね、積もるとね、なんとも言えない、うん、6万8000、ね、6万何点でしたっけ、6万8000点ですね、6万8000点の上がりになりますもんね、ただノータイムでこう矢島さんリーチいったんですよ ねでこれ見て堀さんはまあもう地球から消えますねこの瞬間もう分かりましたよと、堀さんドラドラでしたけどね、ドラドラなんですがさすがに打てないこれは、うん、もちろんつもりすごくなと思ったら行くんですけど分かんないからうんうん、うん、普通の ねメンタンピンドライスとかで堀さんから上がりたいとかいう手かもしれないし、分かんないんで、まあ、普通は降りますよね、これがまずタイトルにあった勝利への執念の方です ねそうですね、ここまでスワンコに仕上げるって決めてスワンコに仕上げて勝利への執念が矢島さんの完成しましたと、そう思います、確かに、でもなおかつこれ渋川さんとキムさんが三着争いをしているっていうのが伝わっているんであれば余計にちょっとリーチしやすいですよね、渋川さんは来ない可能性があるから、うん、あーなるほど、うん、打ちたくないから、そう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 、ね、僕はでもこの時は、うん、僕から上がったら堀さん2着になるから、うんうん、上がるわけねえだろうとは思って、なるほどね、確かにね、うん、ああなるほどね、上がったとしても矢島さんの条件はきつくなるだけですよね、そう、だから僕からは絶対上がらないと僕は思ってます、この瞬間は、うんうん、だからもう、ああもう関係ないねと、全部いきますよと、でなおかつ渋川さん目線からしたら矢島さんまくりたいですもんね、そうです、僕は矢島さんまくりトップになるとかなり偉くなるんですよ、うん、最終戦のキムさんとの戦いが、それ込みだからもう矢島さんはもう積むだけみたいなもんだね、これはもう矢島さん積むだけですよ、もうで僕はドラッキーしたんで予定通り、でもこれ3枚目ですよ、え嘘ね、これでもう残り1枚になったんですけど、いやただ僕から上がると意味ないんで、うん、これですよねだってこれロンって言っちゃったら渋川さん134になっちゃって堀さん2着ですもん ねでも矢島さんからしたらこれ大事なことは、うん、渋川さんに自分がまくられても終わりですよね、そう完全に終わりです、ただもうこれはリーチかけた瞬間矢島さんは決めてたんで、うん、もうピクリともせずに見逃して、うん、ただちょっとあーみたいな感じにはなるでしょうけど、これがすごいですよね、でもまあ見逃すんですけど、もうだって運転が2枚ないんですもん、うんね、そこで運送をさらに1枚切れて、こんなもんもう終わりよ、そうで僕はもうこの絶好のヤンは素晴らしい、ドラも引いてね、矢島さんもどことなくツモに諦めの漂ってるんで終わった、
いや思ったらなりますよね。キムさんはなんか想像の本質やってそうだしみたいな、ただ嘘が合わせられないんで、やりもちょっともしかしたらと思ってると思うんですよ、うん、すごすぎるぜちょっとちょこれはね、見てる僕も思わず拍手をあの見てる卓上ですけどね、すごってここで入れてくるみたいな、すごいなと思って。さすがに堀さんもちょっと動揺したって言ってましたね。いやそう、これ実際堀さんにも後々聞いたんですけど、うん、こっからの記憶があんまなかったうんうん、うん、こんなもう決まったねみたいな空気になってるところから嘘だろってなったって、うんうんうん、これがまさしくこの矢島さんの戦慄の数暗号なんですよ ね。でもあるんですよね。そう、これが麻雀のやっぱ面白さで、この曲はどうしても伝えたかったなっていう曲なんですよね、うんうん、これは本当に堀さんも言ってました、これは夢だと思って、うん、こんなことは起こるはずがないって言ってました夢に違いない、夢だと思ったらなかなか冷めないでももし夢だとしたら堀さんのポイントも夢になっちゃう。堀さんのポイントは現実で、現実だ起こったことが夢だ、こんなバカだと言ってました。堀さんが始めたらそりゃそうですね、うん、優勝も決まったところでこんなね、スワンコ積もられて親かぶりして、あらあらと。で結局まあこれ結果としては堀さんがラストのまま終わって、ね、結構僅差で迎えたんですよね。で最終戦トップ3着ならもう確定で、これ聞きました、うん、さっきまであんなにポイント差があったのにトップラス何万点条件をやらなきゃ、2回連続やらなきゃいけないのがこのスワンコ一発で、8万点トップと9000点ラスだと仮定すると、その時点で8万点トップの人はプラス100です、ね、で9000点ラスの人が、マイナス50、あ、51、うん、151変わるんで、そうするとさっきの220っていうポイント差ってもう70ですよね、うん、それはトップ30が OK になりますもんね。とんでもない戦慄を走らせた、もうちょっと点差広がったってことですね。そう、なんかね、結局あと10ポイントぐらい広がってる。トップ3着はほぼ OK だったんですよ、確かに。ほぼ OK だった、60何ポイント差みたいな話ですよね。なんか、なんなら OK だった気がするんですよね、うんうんうん、まあ、よく覚えてないですけど、とりあえず、もう条件が あの230ポイント差が一半ちゃんで、そうね、トップ3着だったら無条件とはならないですよね。普通はもう、これ、しかも空気はもうね、うん、堀慎吾ちゃんみたいなね。でこれ見てる誰しもがそんな感じには見えますよね、そしたらこのスワンコで矢島さんを入れとうみたいなうんうん、うん、まだ堀さん有利なのにもう矢島さんが取ったかのような空気になり、でもね、確かにマシャンってありますよね、その、それが起こったとしてもまだ自分の方が有利なのにちょっと追い詰められた感を感じてしまう、ね、これはさすがに追い詰められた感しかないよ、嘘だろってなるじゃん。これは嘘だろう。 でも冷静に考えたらですよ、相手がトップでかつ自分がレーンを外すっていう条件を満たされなければいいんですよ。そうよ、そう、結果としてはね。ただもうそれは人間として難しいよね、そう思うの、うん、難しい。だから見てる人たちはさ、みんな勢いでうわこれやし取るんじゃねみたいな感じの方に絶対なるんですよね、っていう、やっぱこの矢島さんのそこを考えたのこの一曲に対する勝利への執念が、うん、身を結んだ戦慄の数暗号だったなって、これなんか団体傾向みたいなものもあって、協会さんってやっぱりルール的にも、もちろんその協会に所属している方も他のルール打つときは選択変わると思うんですけど、協会のルールだと普段 あの例えばリーグ戦とかでもちょっとそのなんていうのかな、トップにこだわった打開が増えますよね、あの最高戦ルールとかに比べると。やっぱそこが丘の20ポイントの価値っていうことなんでしょうね。そうでしょうね。それが、まあ、まさしくこれで生んだあれだったのかな、うん、これ、うん、実際渋川さん逆の立場だったらなんて思うんですか、これ積まれた瞬間これ堀さんの立場だったら、おおってやめてくれよ、何も思えないです、うん、そうでしょってなって、はー、これすぐ計算とかするんですか、これとプラスになって何ポイント差になっちゃうとか計算とかってできるんですか。計算は やろうと言えばあんま意味ないですよね、だってもう怒ったことで確かにね、確かにキムさんとも本当に先天差とかですよね、だからまあオラス上がってキムさんまくるしかねえかみたいな意気消沈した気持ちになって、まあそうですね、ベストでできることって一着順上げることですから、うん、そうですもんね、それがまだ残ってますもんね。あんまり何ポイント差になったかは考えないですけど、考えたくねえけどでもね、そう考えるとそこで一着順上げられるか上げられないかって1000点の重みすごくないですか。そう、20ポイント違いますから ねそこで、それ1000点の重みってまた違う至極の距離できちゃうぐらいですね。確かに確かに。
でもそこまで、うん、あんなに余裕だった森さんを追い詰めたってことですよね。そう、追い詰めました、これは、うん、いや、これだよね、やっぱ麻雀の醍醐味はって思わせる一曲をね、今回は渋川さんと一緒に取り上げさせていただきました、はい、皆さん、被害者、被害者って意味でか、さっきちょっとね、映ってなかった顔を見たら渋川さん、とんでもなく、ふーんみたいな顔してるんですよ。すごって。だって渋川さんからしたら、三着争いなんで、おおみたいな感じですよね。この渋川さん、かっこよくないですか、なんか。かっこいいですね。あ、ね、出ましたね。今、画像出してもらいましたけど。見てください、この顔。やられた側の人とは思えない顔してますよ。もう、達観してますからね。おー、すごい、すごい、うん。やるやんと。やるなぁと。思いますもんね。やる立場になりたかったです。間違いない。なんだろう、やられる立場にもいたかったまでありますよね。まあ、俺の立場でございますね。やっぱ直対相手なんで。ここでね、三茶からそういうしてるような自分も悲しいなという、うん、なるほど、発散した表情してます。でもまあ、とりあえず本当にすごかったんで、これをね、やっぱ、あの、実際に宅に渋川さんからお話が聞けたんで、うん、今日は良かったなと思うんですが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、今後もこういうね、スランコとか、やっぱり、あの普通のスランコよりも今回のは本当に条件戦ならではそうですね、普通の人はもうサブロビリージで積もってますから、ね、これなかなか見逃す、2枚切れもある見逃す最後の1番を積もるっていうのはもう伝説なんですよ、ね、これを織り出せるのがやっぱ条件戦の一つの楽しみ方というか、うん、これなかなか出ないこの1曲を今回は取り上げさせていただきました、うん、本当にあの素晴らしい曲だったし、渋川さんも改めてお疲れ様でした、ジャンボ決定戦。またね、来年もチャンスが、はい、そうね、来年もね、あの必ずこの席に座ってくださると、はい、で座ります、まじでこの伝説を渋川さんも作っていただいて、ね、今度は渋川さんので、ね、一曲この勝負で作る側になりたいと思いますね。作りたい、来年やりましょう、渋川生伝説の天保やったぜ19回戦でハイパイ取って開けるだけ爆運じゃん地獄のハイパイこれですよみたいな、これこそこのサイコロって言ってあのオープニングの方が長いまでありますね間違いないっていう1曲を今回はやらせていただきました、はい、本当に渋川さん今日は改めてありがとうございまし ました。あの来年も本当に楽しみにしてます、はい、テンポも楽しみにしてますので頑張ります。皆さんここからもご視聴、あるいはあのなんだっけ、チャンネル登録、はい、高評価よろしくお願いします。それではちょっと駆け足になりましたが、皆さんまたお会いしましょう。さようなら。